はい、皆さんこんにちは、ラウドフィットです。今日はスクワットを紹介していくぞ。スクワットはキングオブエクササイズと言われているトレーニングの王様だからな。しっかりとマスターしていくんだ。スクワットでは主に太ももの前の大腿四頭筋、お尻の大臀筋、太ももの後ろのハムストリングスが鍛えられるぞ。特に太ももの前の大腿四頭筋は人体で最も大きい筋肉で、4つの頭から構成される巨大なモンスターだ。これにはキングギドラもびっくりだ。君はこの巨大なモンスターを育てることができるかな？まず最初のポイントは足幅だ。つま先はやや外側に向けて、肩幅かそれより少し広めに開いて行っていくぞ。この時、膝が内側に入ってはいけないぜ。常に膝の向きとつま先の向きは一緒になるようにしておくんだ。しゃがんだ時に足と膝の位置が四角形になるのがポイントだぞ。これができないと踏ん張った際に膝の靭帯がぶち切れちまうからな。次に膝を曲げる角度だ。腰を下ろした際に太ももの前の面が床と平行になるところまで膝を曲げていくぞ。曲げていく際にすねと体幹を前傾させていくのがポイントだ。つま先から膝が出ないようにと言われることもあるが、すねと体幹を前傾してお尻と太ももの裏の筋肉を使うことで膝の前にかかる負担を減らすことができるぞ。この時、体幹はまっすぐにしたまま前傾していくのがポイントだ。背中が丸まったり反りすぎてしまってはいけないぜ。腰を痛めちまうからな。筋トレで腰を痛めたなんて言ったらワイフに怒られちまうぞ。さあ、実践だ。
太ももとお尻の筋肉は体積がでかい分鍛えることで代謝アップも期待できるぞ。またスクワットの姿勢はスポーツ動作、日常動作の基本になってくるからな。しっかりとマスターするんだ。 Enjoy!